1544年頃のレディー・メアリー第1、継承法は、ヘンリー・パッセイ時代の1534年3月に、イングランド議会が採決した法。正式名称は1533年多い、継承法、または1533年継承法。1534年に採決されたが、当時の法律で用いられた歴法では1年の初めを3月25日としていた、ため、 法律の名称では1533年の法とされている。第1継承法は、ヘンリー・パッセイとキャサリン・オブ・アラゴンの間で生まれた娘、メアリーを諸子と定める形で1533年9月7日に、生まれたヘンリー・パッセイとアン・ブーリンの娘、エリザベスを王い継承者とした。同法はさらに、もし継承の誓いを要求された場合は応じなければならないことを定めた。 1534年反逆法により、誓いを拒否した場合は反逆罪を問われる。第一継承法はエリザベスを諸子と定めた第二継承法で廃止され、さらにそれもエリザベスとメアリーの両方を弱手とした第三継承法で廃止された。2016年現在、イギリスで有効な法は1701年の多い継承法である。ありがとうございます。